はい、えー、皆さんどうもこんにちは JCCNC セミナー委員会の大橋です、えー、本日もよろしくお願いいたします、えー、今日はいつもとですね異なる時間帯のお開催にもかかわらず、えー、ご参加いただきましてどうもありがとうございます、えー、ご存じの通りですね昨日から日本入国時のですね水際対策が緩和されました、あのー、私自身もそうなんですが本日参加してくださっている多くの皆さんがですねこの日を待ち焦がれていたと思います、えー、そこでですね昨年11月に続きまして 本日も日本旅行サンフランシスコ米支店の奥支店長を講師にお迎えし最新情報をこの後わ分かりやすくご説明いただきます本日のセミナーはです、ね、事前に318名の皆さんにご登録いただきましたありがとうございますセミナーの告知に関しては JBA の安江さんポートランド商工会の上村さん JBAS の鶴田さんにご支援いただきましたこの場を借りて厚く御礼申し上げます セミナーはですね今日は12時に終了予定です。講師が使用する資料はですね講演の最後に皆さんに共有します。また本日のセミナーは録画させていただいておりまして、後日、JCCNC の YouTube で掲載いたします。また時間が許す限りですね当日の質問も受け付けておりますので、チャット機能、もしくは Q&A 機能などをご活用いただいて、ですね奥講師にお聞きになりたいことをどんどんご連絡ください。 えー、それでは早速ではございますが奥さんに登壇いただきたいと思います奥さんよろしくお願いしますはい、えー、ありがとうございますえっ、ー、と皆様お時間ありがとうございます、えー、水際対策アップデートのウェビナーを始めさせていただきます、えー、まず最初に私どもロサンゼルス支店の作支店長佐藤よりご挨拶させていただきますよろしくお願いしますはいえー皆さん、えー おはようございますというか、えー、こんにちはですね。えー、本日はあのお忙しいところ、JCCNC のウェビナーにご参加いただきまして、えー、誠にありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました、えー、日本旅行、NT アメリカの佐藤と申します。今回のセミナーはですね、まあ、JCCNC 会員の皆様に加えて、まあ、JBA 会員、もしくは及、えー、びですね、その他の方々にもご参加をいただいております。 私自身はです、ね、先ほどお話ありましたように、弊社、北米本社のありますロサンゼルスの方におります。前回の,、ね、の JBA ニュースの会員企業紹介コーナーですとか、それにひも付いたライトハウス紙にもあの登場の機会をいただいておりますので、もしかすると、なんかこの顔見たことある顔だなという方もいらっしゃるかもしれません。日頃です、ね、コロナ禍におかれましてもです、ね、皆様方には大変お世話になっておりますと、厚く御礼を申し上げます。 さてです、ね、あの2月の17日に、念願の日本国政府による3月1日以降のです、ね、水際対策緩和の発表がありまして、少し日本行きのハードルが予約下がることになりました。まあ、さらにです、ね、先週の日本時間の24日にはです、ね、米国が流行指定国からの解除になったりですとか、ブースター接種者のさらなる検疫緩和などが発表されまして、短期間で多くの条件が緩和、変更となりました。 弊社のお客様からもですね、日本の入国制限緩和されればすぐにでも日本に行きたいという声を非常に多く耳にしておりまして皆さんもですね、今回の緩和については首を長くしてお待ちになられていたと思いますただ一方でですね、まだある一定条件の制限等はですね、残ったままになっています皆さんがですね、実際に何が不要になったでもなまだ何は必要 などのです、ね、質問もあるかと思います、まあ、正しい情報を持ってですね、まあ、きちんと日本へいただけ行っていただけますよう、今回はです、ね、最新の情報を皆さんにお伝えする機会をいただくことができましたので、どうか最後までご清聴いただければ幸いでございます。もしセミナーの途中で,です、ね、何か質問等がございましたら、最後の Q&A の時間を設けておりますので、画面下の方にございます、Q、Q&A ボックスの方にご質問をご記入ください。 それではですね弊社サンフランスコ支店支店長の奥より各種ご案内を開始させていただきたいと思いますでは奥支店長よろしくお願いしますはい佐藤支店長ありがとうございました本日のスケジュールは3月1日からの変更点新規外国人受け入れ再開について日本入国時の検疫情報 アメリカ入国時の検疫情報、え現在のえ日本、アメリカ間のフライトの状況をお伝えいたします。えそして最後にえ事前にいただいたご質問と,と本日いただくご質問の Q&A のコーナーとさせていただいております、はいえっと。まず最初に日本入国の検疫状況をご説明します。 まず大前提として、まだ外国人の入国は、えー、認められ無条件では認められておりません、えー。コロナ前は90日以内でしたら、アメリカ人はビザエグゼンプションということで、えー、ビザは必要なかったんですけれども、この措置は停止されております。 で今回、観光目的以外のビジネス目的、留学生などの入国緩和が発表になりまして、でえっと、前回11月のセミナーにご参加いただいたときには、非常に複雑な事前申請だったんですけれども、これが少し、えっと、簡素化されました。本セミナーではこの手続きについての詳しいご説明は割愛させていただきますが、えっとですね、このようなあの外国人、えー、入国 オンライン申請のためのログイン ID サイトというのがございまして、でこちらに、えー、とまず ID を申請していただきます。そうしますと、数日で ID が取得できまして、えー、入国者情報を登録しますと、即座に PDF で受付済み表が、えー、交付されます。 でその受付済み票を持って特別な事情がある方というふうに扱うということです。でそのその後ですね在外交換で詐称の申請を行っていただきますと通常、ご営業日で発給でそしてあの来日の準備がしていただけるようになります。で前回あの受け入れ担当者というのが空港に出迎えたりですとか負担が非常に大きくあったんですけれども今回は身元引き受け人としてもちろん身元を担保する必要はございますけれども。 待機期間は日本人の場合も外国人の場合も変わりませんので、規定の待機期間の健康フォローアップを確認すれば良いそうです。でまた、事前にアプリのインストールですとか、まあ、あの検疫に必要なスマホの準備、ビジットジャパンウェブ、ファーストトラックの登録など、そういったことをあのお手伝いしてくださいということになっておりますで。こちらのスライドは割愛させていただきますが、後ほど資料としてご覧いただければと思っております。 ではあの海外在留日本人の場合はどうなるかと言いますと、えー、去年11月の、えーえー、隔離短縮の措置のときには、まあ、非常に複雑な仕組みで諦めた方も多かったと思うんですが、えー、今回はそのような手続きは一切不要で、えー次,えー、次にご説明する待機期間、えー、と自己隔離期間です、ねえー、になりますで、えーと。3月1日からの主な変更点は アメリカ全土が指定国地域から解除となりましたですので強制隔離はなくなっております何と言っても大きいのは三回目接種済みブースター済みの方は待機がなしとなります三回目未接種の方も、えーとえー、と隔離三日目に自費検査を受けて陰性であれば四日目以降は待機なしとなっております でまたあの、ジョンソン・エンド・ジョンソンを1回目に接種された方も、2回目以降にファイザーかモデルナを接種されれば、3回目を接種していると見なされるということですので、こちらも朗報となっております。えー、とあとですね、まあ、あの私どもよく、えー、待機、待機とお伝えしているんですけれども、待機期間というのは、自己隔離、えー、検疫期間のことを指しておりますので、えーと、あらかじめご説明させていただきました。 はい。でこちらは参考資料になります。えー、ワクチンの証明書は CDC カードの写し、えー、またあの各種日本政府が認めるデジタル証明書等が認められておりますので、えー、後ほど資料としてご覧ください。えっ、ー、とこちらのチャートはですね、ご自身の状況に合わせて、えー、ブースター済みの方は、えー、イエス、えー、待機なし。でえっ、ー、とブースターがまだの方も基本は7日間の待機となっておりますが。 3日目のの自費検査でで陰性であれば早期解除となってておりまますす公共交通機関の利用がしていただけます事前にいただいたご質問の中でブースター接種をして陰性証明がある日本人は帰国後すぐに自由に移動できることは理解できましたがアメリカ人の場合も同じでしょうかというご質問をいただきました。 アメリカ人の方を出張させるる計画があるそうです、はいえー、国籍にかかわらず、えー、ビザを取られて入国される方は、えー、この図の表の通りになります。えー、っと次のご質問が、えー、3回目のワクチン済みでしたら、えー、3日後の陰性チェックも不要なのでしょうか、えー、健康フォローアップというのは、会社でも勤務できるということでしょうか。 ととというここで、で、はい、えー、こちらは待機なしとなななしりりまますす。のの隔離の必要がなくなりますで健康フォローアップと書いてありますのが、えー、こちら、あの検疫所の Q&A のアップデートが25日にございまして、えー、と3日間は健康フォローアップの通知がマイ SOS 上は届くそうなんですが、えー、任意で健康状態の回答をしても良いですが、えー、回答する必要もないということです。 でえっと、日本入国時に必要な手続きなんですけれども、これはあの継続して出発前の72時間以内の陰性証明書、そしてアプリ、マイ・ SOS CO、COCOA、位置情報アプリ、Google マップですね、こちらのプリンインストールが必要となっております。またあの、ブースター接種による待機免除を申請される方は、ワクチンの証明書をお忘れなくお持ちください。でまたあの現在 3月1日から、えっ、ー、と、まあ主要な空港ですと成田空港を除いて、えー、羽田空港、えー、中部空港、えー、関西国際空港、福岡空港に到着する便で、えー、ファストトラックというシステムが、えー、試験的に導入されております。で、えっ、ー、とですね、これはあの、えー、またあの資料の方からリンク見ていただければと思うんですけれども、マ、え、イ、ー、SOS 上で、えー、出発の16時間前までにご登録になると陰性証明が えー、正しいものかどうかのチェックを事前に、えー、と検疫所の方で済ませてくれるような形になっております。で、えー、と審査が終わりますと、画面が緑色になりまして、えー、あとは QR コードをかざすことで、えー、検査済みということがあの入国の時に分かるようになります、えー。時間短縮にもつながるということですので、えー、羽田空港、中部空港、関西国際空港、福岡空港にご到着される方は、えー、ぜひお試しいただければと思っております。 ですねえー、とこれまだあのおさらいなんですけれども、待機期間の数え方です。えー、と到着日は悪い1日ございませんので、えー、検疫期間は、えー、到着日は隔離日としては数えません。ですので、えー、と隔離7日間の場合は、えー、8, か8泊したら、えー、隔離の解除となります。で、えー、とブースターがまだの方で、えー、隔離3日目の検査について、えー、ご説明させていただきます。 えとですね、隔離3日目というのが、えー、と到着日から数えますと4日目に当たるんですけれども、まあ、3泊しまして、次の日の朝ですね、マ、え、イ、ー・ My、s o エスからあの、えー、と自主検査を受けてもいいですよという、まあ、通知が来るようになっているようなんですが、えーとですね、この登録された検査場から検査をして、でえー、陰性であれば、それをまたマイ・ s o エスから申告をして、でえー、OK であれば待機解除ということで通知が来ます。 で公共交通機関に乗れるようになります。ただし、えー、その解除になるまでは、えー、自費的に受ける検査場には公共交通機関、ご利用いただけませんので、えー、ご注意ください、えーと。3日目に受ける自費検査の方法なんですけれども、えー、こちらのところにあのリンクにございます、自費検査を提供する検査機関、ここに登録されているところで検査をする必要があります。で認められる検査は PCR 検査と、抗、え、原、ー、定量検査になります。 でえーとですね、これ3つ×〇、え、〇、ー、と書いてありますけれども、ちょっと一例として、えー、木下グループを一例にご説明しますと、えー、と1600円の抗原,抗原定性検査はこちらはあの解除の対象外になりますので、えー、とご注意をください。でえー、と抗原定量検査か PCR 検査、えー、お近くの検査所で検査を選ぶときはこちらのどちらかを選んでください。でまたあの、木下グループはかなりあのお安いために、 非常に早く予約が埋まってしまうと聞いておりますので、5日前から予約可能にな,るとなりますので、お早めの予約をお勧めいたします。えっと、例外としては、ですねもし陽性反応が出てしまったり、濃厚接触者になった場合には隔離短縮はございませんで。また濃厚接触者となった場合に、オミクロン株以外の変異株であった場合は、隔離期間が14日になるということです。 では次はアメリカ入国のルールについて、すでにご存知の方も多くいらっしゃると思いますので、簡単にご説明させていただきます。アメリカの入国には、ワクチン接種の証明書、それから1日以内のコロナの陰性証明書、宣誓書、それからロサンゼルスに到着する方は、ロサンゼルスのトラベルフォームの提出が必要になります。 18歳未満のお子様で、ワクチン接種が免除されて,て、未接種の方、18歳未満の方は免除されてますけれども、未接種の方は到着後、3から5日後の検査を、自費で検査をすることになっておりますので、こちら、お忘れなく受けてください。 でえっと、よく皆様から聞かれるんですけれども1年、1日以内の陰性証明書というのは、24時間以内ですかというご質問をいただくんですが、こちらは出発日の前日、午前0時を過ぎましたらいつ受けても大丈夫ですで。アメリカに戻るための検査なんですけれども、抗原定性検査、抗原定量検査、PCR 検査のどれもが認められていますが、 えー、簡易キットは、えー、FDA 認可のビデオ付きの陰性証明書が発行されるタイプである必要があります。陰性証明書には個人を特定する情報として、えー、お名前の氏名に加えて生年月日か、えー、旅券番号などの情報が必須となっております。で、えー、っとですね、またあのえー、っと到着時にですね、えー、っと日本の空港でチェックされて、まあアメリカに入ってくるとほとんどチェックされなかったっていうお話をよく。 伺うんですけれども、えっと、実は私はの9月にアメリカに、えっと、日本から戻ったときに全員チェックのランダムチェックに当たりまして、えー、1番から4番の札を持った係の方が待ってまして、えー、そこであの陰性証明書をチェックされて生入国の手続きに行ったということがありましたで、えっと、ここ最近はまああの人手不足なのかあまりあのチェックされたっていうお話は聞かないんですけれども、まあ、あのオミクロンも落ち着いてきて、まあ、スタッフも元に戻ってると思いますので、まあ、いつランダムチェックがあってもあの もうえっと、大丈夫なように、えー、陰性証明書はプリントアウトしていただくかああのスマートフォンの画面をスクリーンショットして、えー、電波がつながらないときでもすぐに出せるようにあの準備されておくことをお勧めいたします。 ランダムチェックに当たりますと、その飛行機全部がチェックされますので、えー、とよろしくお願いします。で、えっ、ー、とですね、あと、まああの、こちらはご参考なんですけれども、アメリカに帰国の時に使える、えー、eMet というのがあります。えー、と最初にユナイテッド航空さんの方がが提供を始めたんですけれども、えー、今あの、ユナイテッド航空さん、アメリカ,アメリカン、えー、デルタ航空さん、えー、日本航空さん、えー、全日空さんともとも受け付けてくれています。えー、ただしあの、日本行きの検査にはご利用になれませんので、 ぜひご注意ください。でえっとまあ、1人ずつ、えー、検査をする必要があり、大体いい30分ぐらいで検査を終了いたします。えー、っとあと、こちらはあの資料にありますので、またご覧いただければと思っております。でえっとですね そうしましたらあの私の方で検疫情報を駆け足でご説明させていただきましたが、えー、ここからはですね予約課のノリコより、えー、現在の日本アメリカ間のフライトの状況などを、えー、ご説明をさせていただきたいと思いますノリコさんよろしくお願いしますはい、えー、ただいまご紹介いただきました予約課のノリコです本日はお忙しいところご参加くださいましてありがとうございます。 日本行きの航空券の状況を説明させていただきますやっと日本の留国規制が緩和になりましたワクチンを3回接種されていれば実質検疫なしでご到着から公共交通機関を使ってご自宅目的地に行けますこの機会に里帰りをお考えの皆様にはすぐにでもご連絡をいただきたいと思います 現在の時点で、ご予約に問題は全然ありません。しかし、えー、入国規制が1日につき3500人から5000人に引き上げられましたけれども、これは全世界からの入国数です。入国緩和の発表と同時に、すでに外国人の方の受け入れの手続きが始まっております。 今まで入国ができなかった外国人留学生や技能実習生などが今度の措置で許可が出てきますと入国枠の多くを使ってしまう可能性がありますいつ入国枠の予約枠が占められてしまってもおかしくない状況です こちらの表にもありますように、在留資格の認定を受けながら、来日ができていない外国人が推定40万人いると言われています。枠が取れるうちに、また料金が高くなる前に、ぜひお問い合わせをお待ちしております。現在、JAL が5月まで、ANA が6月までの運行スケジュールを発表しております。 詳しいスケジュールに関しては弊社のウェブサイトをご覧くださいませそれから今回の緩和に伴って日本の国内線への乗り継ぎが可能となりました今まで地方に行かれる方はご到着空港でホテル検疫そしてその後も公共交通機関を使えないためハイヤーやレンタカーでの移動が必要でした または現在週2便出ています JAL、えー、の関空機に、えー、予約が集中してしまいお値段が高くなる傾向にありました今回の措置ではご到着時に PCR 検査が陰性であればそのまま国内線に乗れますただし検疫手続きには時間がかかりますので十分なお時間を取ってお乗り継ぎいただけますようお願いします また、濃厚接触者になってしまいますと、別途施設での待機を求められます。この規定は、機内の前後2列、計5列が対象になりますので、お席の位置は最前列や最高列に取れれば、少し可能性が低くなりますね。 ただ、最前列はブロックされていたり、後ろのお席ですと飛行機を降りる順番が遅くなってしまったりということもありますので、そのような細かいご相談もしながら予約の手配をさせていただいております。国際線・国内線の航空券の手配は、経験豊かなスタッフがきめ細やかでパーソナルなサービスを提供させていただいております。 国々と変わる各国の規制に関して最新の正確な情報をお届けして突然のフライトキャンセル変更が発生した場合素早く対応してお客様がお帰りになるまでサポートしておりますまたご出張はもとよりイベントやグループ旅行の手配個人旅行も承っております先日のメルマガで今年こそを入れた川柳を募集しました 最優秀賞に輝いた川柳はこちらです。今年こそ、あって言いたい、ありがとう。皆様も今年こそ日本へいかがでしょうか。このような皆様が少しでも楽しめるような帰国も行っておりますので、お問い合わせをお待ちしております。ありがとうございます。はい、り子さん、ありがとうございました。 えー、それではあのここから Q&A コーナーに移らせていただきます、えーと。まず事前にいただいていた質問です。いすはい、では、はいはい、最初の、えー、っとご質問です。待機期間の短縮3日間、もしくは撤廃に関して、えー、子どもが未接種、もしくは2回目、3回目が終わっていない場合はどうなるのかを知りたいはい。 ありがとうございます、えーと。ブースター済みの保護者の方と同伴で、えー、年齢要件により接種できない場合は保護者と同様に扱うということになっております。えー、これはじゃあ年齢要件っていうのは何でしょうかということになりますと、えー、アメリカの場合には、えー、12歳以上の方がファイザーで追加接種をできることから、えー、12歳未満の方で、えー、保護者が同伴する方で、えー、保護者の方が待機ができ、えー 保護者の待機の期間に準ずるということになっているようですはい、はいえ。次の質問です、えー、私は米国籍を取り現在米国パスポートしか持っていません今回水際対策の緩和で外国人の入国が制限付きで開始されるそうですがこれはビジネスマン留学生に限られたものですか 私は引退しているので、観光目的の入国しかできません。実は6月に法事があるので帰らなければならないのです。私の日本入国は可能になりますか米国市民権を持っていて、家族、親が日本にいる際、入国の際の詐称は下りるのでしょうかはい、いありがとうございます、えーと。新規の外国人受け入れは、観光目的は今回対象外ですが、 えとですね、元日本国籍の方については、ビザを申請できる可能性があります、えーさえーと。総領事館の方に問い合わせさせていただきましたところ、えー、現在は日本のご家族が既得等の状況でない場合でも、えー、ビザの、えー、申請を受け付けているということです。えーえー、と日本人の配偶者、えー、元日本人、えー、日本人の子どもの方であれば、えー、短期滞在ビザ、90日以内の滞在のビザ。 でえっと、配偶者と日本人の子どもについては、長期滞在ビザの申請できる可能性があるようです。でえっと、ちょっとあ,のあ,るありえることなんですけれども、アメリカ市民権を獲得されてから、国籍放棄の手続きをなさっていらっしゃらない場合、何もされていらっしゃらない場合ですね、手続きを。この場合は、日本の国籍喪失届を行ってから、日本のビザを申請を行うことになります。 でえっと、国籍放棄済みの方については、えー、除籍謄本が必要ということです。えー、っと担当の、えー、こ在外交換で国籍放棄をされている場合は、えー、その在外交換にその国籍放棄の控えがあるそうで、えー、その場合は除籍謄本が、えー、必要でない場合もあるということです。 詳しくは、在外交換、担当のです、ね、お住まいの在外交換へお問い合わせをいただきたいと思います。なおです、ね、日本の国籍を持ったまま帰国をしてしまいますと、入管で日本のパスポートがあることが分かるそうで、除籍謄本等の証明書がないと入国拒否になるということでした。ですので、必ずお手続きのなさは必要になりますので、よろしくお願いいたします。 はい、次の質問です、えー。出国時に提出するコロナ陰性証明の医師のサインについて詳しく知りたいです。米国からの出国の場合は、医師のサインは必要がないと外務省のサイトにはありましたが、不安です。詳しく教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。 厚生労働省の、えー、Q&A のリンクをこちらの、えー、上の方にリンク貼ってありますけれども、えー、と医師名等については、えー、アメリカの場合には記載がなくても有効な検査証として見なしますということになっております。えー、このほか、えー、検査機関医師名・陰影についてもも必ずしも 各国で取得できない事情があることから、えー、検疫機関の判断により有効な証明とみなすことがありますということです。でえー、と具体的にです、ね、えー、こちらの証明書の方を見ていただきたいんですけれども、えーとですね、この1から2とあの8まで振ってあるんですが、あの右側にあります、えー、日本政府が求める検査証明書にある項目と同じ項目が検査場から発行される内容のところに記載があれば、 あの問題はありませんただ、検査方法も必ず日本政府が求めるものが記載されていること、それから検査方法もきちんとそれに適合したものであること、そういったことも必ずチェックが必要になりますので、漏れがありますと入国、あの登場拒否になってしまいますので、ここは非常に注意が必要なところだと思います。でまたあの、氏名や生年月日などの項目をパスポートと照合して、本人であることが確認できれば、 お名前の項目、2番のところにあるパスポート番号とか国籍ですね、ここがない場合でも有効とみなしますということで書いてありますので、そのあたりはあの柔軟に対応していただけるようです、はいはいえー、日本へ帰国する際の PCR 検査の証明書に関し、えー、もう少し安価でできる方法はないものか。 ロサンゼルスでは私の知るところ120ドルが一番安いところです。PCR 検査はいろいろなところで行われているが、例の証明書がネックになっていて相当高価なものになっていると思う。良い方法があれば例として教えてほしい。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とですね、まあ残念ながらですね、あの非常に安価なところというのが、あの旅行用の検査を提供しているところでは難しい。 難しいんですね。で、えっ、ー、と日本行きの検査要件を満たして、えー、かつ出発72時間以内に結果が出ることというのがやはり必要になってきますので、私どもとしても検査場としては旅行用に対応しているところをお勧めしております。で、そういうところはあの保険が効かない場合もあの多いです。であのこれはもう噂の 皆さんの噂話の中で聞いた話によると、まあ、保険が効いたりですとか、まあ、そのすごく安くできたという話も聞いたことはあるんですけれども、ただあの、やはり確実に結果が出て、皆様が安全に渡航できるところというところですと、やはりそこはもう今の,と今のシステムの中ではまあしょうがないのかなというふうにあの思っております。これでで事前にいただいたご質問はですね、えーとお えー、終わるんですけれども、1つは日本のブースター接種に関するじあのご質問をいただいたんですが、えー、こちらはちょっとあの私どもではお答えいたしかれますため、えー、回答は差し控えさせていただきたいと思います。えー、とそれでは、えー、当日いただいたご質問に移らせていただきたいと思います。今、のチャット欄の方に、えー、私どものスタッフの方から、えー、本,本日の資料ですね、えーえー、とリンクをあの送りいたしました。では、あの佐藤支店長、よろしくお願いします。 えー、それでは皆さん、ご質問の方ありがとうございます、えー。いくつか拝見させていただきまして、す、え、で、ー、にあのウェビナの中で回答させていた,だいた分もありますし、えーまあ、結構多かったのが、ですね子どもがワクチン接種の場合、親は隔離不要でも隔離は必要になりますかというような質問だったんですけど、こちらは先ほど回答させていただきましたので、こちらの方うはまあ省かせていただきます、えーとじゃああの。それではですね、いただいた質問、ご紹介させていただきたいと思います。 まず、ですねあの、日本到着時の現在の PCR テストの所要時間を教えてくださいという質問をいただいておりますが、こちら、奥支店長、いかがでしょう。えっとですね、これはあのまだ制度が始まったばかりでして、あの詳しい時間というのがあの申し訳ないんですけれども、まだ分からないんですけれども、えっと、ただ、乗り継ぎのために、 どのぐらいの時間を取ったらいいかということで、えー、のりこさんの方から確か,か確認をしていただいたと思うんですけれども。はいあの、実際に、えー、入国の時の手続きっていうのは、時間がちょっと分かりにくいので、まあ、最低、えー、4時間ぐらいは。 時間を取った方がいいという感じなんですけれどももしできましたら1泊羽田または成田について1泊されてから翌日国内線に飛ぶという形にされれば安心かと思いますと言いますのは唾液検査とかがすぐにもちろん、えー、結果が出るかどうかっていうのは混み具合もよりますけれどもあの1回目がうまくいかず2回目するということもありますので非常に どのくらいかかるか想像が難しいところなので、お時間的には十分時間を取っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とでは次にただ質問ですね。えっ、ー、とビジネスビザを持っている外国人につきましては、日本入国に際して、えー、あすでにすでにビザを持っている外国人ですね。については日本入国に際して、えー、新たに受付佐章を入手する必要はありますかという質問をいただいております。 すいません、こちらの件は私は今、答えを持っていないんですけれども、えー、おそらくです、ねえー、ビザ化の総領事館のビザ化にお問い合わせいただくのが一番よろしいかなと思います。というのは、持っているビザの種類ですとか、えー、有効性はあのビザの番号で、えー、領事館の方で分かるようですので、えー、そちらにお問い合わせいただければと思いますが、あの私の記憶が確かであればあの、過去に取ったビザというのが一旦無効化されているのではないかと思いますので、えー、それはあの領事館の方ににご確認をいただければ いただければと思います。はい、ありがとうございます。えー、次はですね、えっ、ー、と、以前認め、認められていなかったジョンソンとジョンソンのワクチンですね。こちらが、えー、二回接種として認めれるようになりましたかという質問をいただいてます。はい、えっ、ー、とですね、ちょっと待ってください。資料を出し,します。はい、えっ、ー、とですね、こちら側の、えー。 厚生労働省の方から発表されている資料なんですけれども、2回接種として認められるものとして、こちらのファイザー、アストロデネカ、モデルナと書いてありまして、下のところにヤンセンというのがあります。でえー、とヤンセンというのはジョンソン・ジョンソンのことなんですが、えー、と2回接種として1回の接種をもって2回相当としてみなしますということで、今回あのこちらに入っておりますので、認められております。ただし、えーと、3回目以降の接種に関しては、 ファイザーかモデルナ、ブースターに関してはこちらのいずれかを接種していることという条件がついておりますはい、ありがとうございます次はですねと日本入国前に陰性証明を取得してかつブースター接種済みでもアプリのインストールというのは必要というふうに伺ったんですが位置情報の報告等は必要でしょうかもし報告不要であればインストールは なぜですかという質問をいただいているんですが、こちら、いかがでしょう、はい、あの一応です、ね、厚生労働省の Q&A のところにはです、ねえー、濃厚接触者に万が一なった場合の,、えーまあ、あの連絡手段と、あと、まあ、経路ですね、その保存のためというふうに書いてあります。ですので、な、え、ん、ーまあまあ、でかなと思うんですけれども、一応、そういうことになっているようです。はい えー、次はですね、えー、とアメリカ帰ってくる時です、ねえー、とき、米国入国に際しては、えー、木下クリニックの検査でも大丈夫でしょうかと、こちら、ですね生年月日やパスポート番号が入っていないというふうに聞いたことがあるんですが、そちら、いかがでしょうかという質問をいただいていますはいえーとですね、これはですねちょっとあのオンライン上の,この皆さんにお伝えするウェビナー上では、はっきりお答えができない。 ご質問でございまして、これに関してはあの国境おかんお買い求めになる旅行代理店もしくはあの航空会社様に直接お問い合わせいただくのがよろしいかと思います。解決方法を多分教えてくれると思います。すいません、ちょっとライブではお答えいたしかねますのでよろしくお願いします。はい、えー。次はですね、日本入国の際に機内で。 濃厚,接触者な濃厚接触者となってしまった場合ですね、まあ、こちらの取り扱いについて教えてくださいという質問いただいています。 とですねあのー、最近の濃厚接触者の取り扱いというのは、あまりあの例がたくさんございませんので、私たちも耳にはしないんですけれども、えーっとですね、確か1月か2月に、あのーえー、日本に帰られた方で、えー、3, 3日間、強制隔離中に濃厚接触者になりましたということで、マ、え、イ、ー、SOS 上から連絡が来たお客様がいらっしゃいました。 そのお客様に関しては3日間の強制隔離が終わった後は自分で確保した待機場所に移動して引き続き7日目まで隔離をなさったというふうに聞いております。ですのでその時の保健所の判断になるかと思いますが、えーまあ、あの去年の年末のようにですね、えー 確必ずこの収,容収容というか、まああのえー、入居してほしいというような強い要請というのは今はもしかしたらないのかもしれません。自治体によってあの対応は違ってくると思いますので、えー、保健所の方とご相談されてください。はいえー、次はですね ワクチン、えー、と3回接種した方の場合、ですねそれはのその翌日でも3回接種として見なされるんでしょうか、それとも接種後、一定期間が見なされるまでに必要なんでしょうかという質問をいただいて3回目の接種について、私もあの厚生労働省のコールセンターの方に確認させていただいたんですが。 3回目に関しては、あの何日経ってなければいけないという日付は今のところ設定がないそうです。ですので、3回目を打っていれば、あのもうその翌日からでも、まあ、当日というのはもしかしたらあの副反応とかがあって、体調が悪くなって、熱が出てということがあるかもしれませんので、まあ、その辺は少しご自身の体調とご相談いただいてなんですけれども、接種が終わっていれば、あの待機、えー、なしということで認められるということでした。 次はですね、入国制限枠ですね、5000人になりましたけれど、こちらの制限枠というのは、飛行機の航空券の予約が取れてしまえば、もうその範囲外となるのでしょうか、それとも入国の際にその人数に当たってしまったら、何か入国できなくなってしまうとかいうことがあるんでしょうかという質問をい,いています。それについては、のりこさんでお願いします。はい。はいあのー 航空券を予約されて、もう購入されていらっしゃる方は、この枠にはあの引っかかりません。この、えー、と枠というのは、予約をする段階で、えー、予約の枠を制限することがありますけれども、えー、ちゃんと予約を持って、航空券を持っていらっしゃる方は、着いてからはい、入れませんと、そういうことは絶対ありませんので、ご安心くださいませ。はい えー、今回のプレゼン資料の英語版はありますかという質問をいただいてます申し訳ありません、日本語で精一杯でございました。あのあの左の頭がない頭が今頭痛でいっぱいです。すみません。<laughs> そのうち頑張ります。<laughs> はい。はい、えー。続きましてですね。えっ、ー、と日本で認可されているワクチンで全て米国入国の際にも有効なワクチンでしょうかという質問をいただいてますがいかがでしょう。 えとあすいません、えーと、ワクチンの種類ですね。今、ちょっとこちらのスライドにはないんですけれども、あの日本の入国に認められているワクチンよりも、えーと、多い種類のワクチンが認められておりまして、えー、とですねあの WHO が認めているワクチンについては、アメリカの入国に認められております。ただ、2回目の接種から14日たっていることというのが条件になっておりますので、その日数の経っていることというのは必ず必要になります、はいはい、えー、っとですね、次、米人の入国については、ビジネス目的である旨のビザが必要ということで合ってますでしょうかという質問いただいてます。 はいその通りです。であの、そのビザを取るために、えー、入国者健康管理センターの方うで ID を取っていただいて、えー、さらにその方の、えー、パスポート番号とか、滞在先のホテルとかを入力していただいて、受付番号を取っていただくという形になります。はいえー、とですね ファイザーを2回接種、なのでまあブースターは受けてないということですね。えー、と、えー、ワクチン未接種の、えー、12歳未満の子どもと一時帰国の予定があるんですが、えー、と日本に到着後、これを24時間以内であれば公共交通機関の利用っていうのは可能なんでしょうかという質問をいただいています。えっとですね、えーえー、っと自宅、あちょっと待ってくださいね。えー、っとですね。えー、っとですね。 えっとですね、このあの入国の大気のために、えー、自宅等までに移動する間ですね、えー、公共交通機関の利用が可能になります。えー、ただし入国時の、えー、検査、えー、検体の最取時間から24時間以内に移動完了してくださいという風になってます。でまたあの自宅までの最短距離になりますので、えー、24時間以内だからといって、えー、その後いろいろ遊び歩かないでくださいということになっております。 すみません今の方はファイザーが2回接種でいらっしゃいますかね、えー、とワクチンは3回していませんとこの、えー、すぐのご自宅まで帰られることはできないですよねあ、えー、と自宅待機、えー、できあのこちらですね。えーと ブースターをしてなくても7日間自宅とで待機ができますので、そちらの方ですね。はい、はい。そうですね、待機不要にはなりませんけれども、あの7日間の自宅待機、もしくはあの3日目に検査を受ける自宅待機を選ばれたときに、えー、自宅まで移動することはできます。はい。はい、ありがとうございます。はいえー、次の質問にいきますが、私の配偶者は米国籍なのですが、一緒に日本の家族を訪問することを、

えー、サンフランシスコの総領事館のウェブサイトになるんですけれども、えー、シングルエントリーショートタームステイビザで、えー、パーパースオブビジティングフレンズリラティブオンリーっていうところを見ていただきますと、まあ、必要な書類がいろいろと書いてございますので、えー、必要書類を集めていただいて、えー、戸籍統合とかですね、えー、ご家族証明するものそれからあの、えー、っとご,ご結婚ということなのでえー、っとですね 必ず日本の戸籍にその方がお名前が載ってないといけません。You must be recorded on the えと戸籍って書いてますので、えそこはあのアメリカでしか結婚してないっていう場合にはあの対象になりませんので、えー、ご注意をいただければと思います。はい、ありがががとうございます、えー、次がです、ねえー、子供が二重国籍を持って でえおります。で、え日本入国の際には日本のパスポート、アメリカに帰ってくるときにはアメリカのパスポートで入国したいと思うんですが、何か問題はありますかという質問をいただいてます。仁子さん、はいはいはい。あのこういったケースが今までありまして、えー、特に問題はなかったです。はい。おお名前が違っているとちょっと予約のときに注意が必要だ。そうですね。あの。はい 日本のお名前とそれから、えー、アメリカのパスポートの名前がミドルネームが入っていったりなかったり多少違いがあったりするんですけどもそういう時にはちょっと航空会社さんと、えー、相談しまして、えー、全部入れておくとか、えー、そういった形で、えー、手配をしまして今まで問題がなくやっております。ははい、はいありがとうござまます、えー、続きましては えー、オミクロンで陽性となった場合、まあ、日本到着してからですね、えー、待機期間はどのくらいでしょうか、えーと、オミクロン以外であれば待機期間は14日間と聞いているんですが、えーと、実際のところを教えてくださいといいううふうに書てますえとオミクロンで陽性になった場合には、あの陽性者が待機する施設に。 えー、隔離されることになると思いますので、まあ、隔離というか待機になりますので、えー、症状によってその待機期間というのはあの一概には言えないのではないかと思います。あの症状を見て、えー、保健所が判断してという形になるかと思います。月月末にににに日本に移国しててアメリカに戻ってくる、えー、方の 検査ですね、フライトの出発が午後の4時55分ということで1日前に PCR 検査を受けなければいけないんですが前日の4時55分以降そうなった場合に夕方以降の検査になってしまうと多くの検査場がその時間にはテストを提供していないのですがこの場合どうしたらよい,いんでしょうかという質問頂きます。 はい、えーとですね、アメリカ行きの検査の場合には、日本に行くときと数え方が違いまして、時間ではなく1日以内ということでございますので、えー、と前の日の、えー、午前0時を過ぎますとのいつでも受けて結構ですので、まあ、あの午前中の検査でも大丈夫です。はい えっと日本人のえっと場合ですね、もしくは在留資格を持っている場合なんですけれど、ワクチン未接種の場合に日本への入国は可能ですか、えその時の自己隔離は7日間必要になりますかという質問をいただいています。はい。そうですね。あのえっとワクチン未接種の方というのはあのこちらのブースターを未,え未接種の方の脳と同じになりますので、え入国問題ありませんし、えっとこの えー、7日間の待機の中で、もしあの3日目に自費検査を行って陰性であれば、あの3日目以降、まあ4日目以降ですね、4日目以降に待機終了公共交通機関をご利用いただくことができます。最短で4泊5日の隔離期間となります。はい。はい、えー。先ほどの質問に近いものなんですけど、3回目の接種から今度逆にあのどの程度経ってしまったらダメになるとか。 ありますかというあの質問をいただいた方はですね、えー、3回目接種から5ヶ月ぐらい経過してから日本に行かれるご予定かなとは思うんですけれどもそこまでまだ日本が何度もあの準備してないと思うんですけれどあのそ,のその場合の何か回答というのはおもしでしょうかあいや特にあの接種からの期間というのは今のところは設定されてませんのであの現時点では特に問題はないと思いますけれども。はい ワクチン証明については、えーまあ、デジタル証明というのはどのようなものがあって、逆にあの紙の CDC カードでも大丈夫でしょうかという質問をいただいてます。はい、えー、っとですね はい、あの紙の CDC カードのえっとコピーを持参されても大丈夫ということです。あのコピーでもあのきちんとか検疫官が確認できれば OK というふうに書いてありました。であとはあの、えっと、こちらの資料の下の方にありますけれども、えっと、ニューヨーク州、ニューヨーク市とかですね、あとカリフォルニア、オレゴン、ワシントン州などが発行しているデジタル証明書も二次元バーコードで読み取りがきちんとできて、内容が確認できれば OK というふうに書いてあります。はい え次の質問ですが、日本に住んでいるご家族ですね、えー、二重国籍の家族と書いてあるんですが、こちらがワクチンを全く受けてない場合、その場合にアメリカに入国することはできますでしょうか、もしくは日本、えー、すみませんね、アメリカに入国、日本に戻る際に入国できますか、えーと、アメリカに戻ってくることができますか、飛行機に乗れますかという質問をいただいています。 えっとアメリカ人の方っていうことでよかったんですかね。国籍なのでアメリカの、えー、そうですねあの市民権を持っている。あはい、ね、あはいありがとうございます。えっ、ー、とアメリカの市民権を持っていらっしゃる方とえっ、ー、とグリーンカードの方、エイミンステータスの方、え十、ー、八歳ごめんなさい未満ですねすみませんえー、あごめんなさいこれはんあ十八歳未満ですね十八歳未満の方は、えー、乗れます。 えーと非移民ビザ、えー、とかです、ね、エスタなどで、えー、アメリカに渡航する場合でワクチンの証明書がない場合には、えー、登場拒否となりますので、飛行機に乗せていただくことがあのできませんので、えーと、この方の場合にはアメリカ市民グリーンカードということなので、えー、陰性証明書をお取りになっていただいて、えー、乗ることができると思います。 えー、この日本からアメリカに、えー、ご家族が来られる場合、ですね日本のご家族がブースターはまだ受けていない、で2回目まで受けているという形で渡米しまして、アメリカでブースターを受けた場合に、日本では隔離制限なしで、えー、日本に入れるでしょうかという質問をいいいいただいてますはいえーとですね、これもあの、えー、と厚生労働省の Q&A のです、ねえー、と7の1か何かにあの、えー、と回答がありまして、えーとですね、ちょっと待ってください、ね。 これはあの、えー、違う国で受けていてもあの合算して認められるということで、えー、と記載がありました、えー、とこの質問がです、ね、3回目のワクチンを異なる国で接種しそれぞれの国で発行された接種証明書を保持している場合有効な接種証明書の保持者と認められますかという質問に対して。 えそれぞれの接種証明書が必要な要件を満たしており、検疫ですべての証明書を提示できれば有効な接種証明書として認めますということで厚生労働省の,の Q&A に記載がございます。はい、えー、ありがとうございます。えー、続きましてですね、えと、ー、日本帰国時に使える携帯端末を持ち出していないという方なんですけれど、えー、とまあ健康状態の報告のために アプリがが必要になるんですが、えーまあ、パソコンならお持ちということなんですけれどタブレットもしくはスマホが必要となる場合には何か空港周辺でもしかし宿泊施設で使用可能なサービスをご存知でしたら教えてくださいという質問を頂いています。 はい、あの入国の時にですね、スマートフォンをお持ちでない場合にはその場でレンタルする必要がありますので、えー、そこで、えー、お借りいただくような形になります。えっ、ー、と返却は郵送になるようです。えっ、ー、ともちろん有料になりますので、えっ、ー、と実費で、えー、お支払いいただくことになります。で、パソコンではあの対応できませんで、えっ、ー、と確かタブレットもあのアプリが対応できないので不不だったと思うんですけれども、あのはい、スマートフォンは必ず必要になります。はい。 はい、えー、続きましてですねえっ、ー、とまあ、お子さんと、えー、日本に行く場合ですねえっ、ー、とお子さんは二重国籍、えー、親御さんはまあ、日本国籍でグリーンカード保持者ですねの場合に子供が12歳でワクチン1回接種の場合ですね、えー、この子供は強制隔離対象になりますかという質問をいただいてます先ほどの12歳未満は免除という説明があったんですけれど12歳の場合はどうなるでしょうかという質問をいただいてます。 えっと、お親御さんはどうなんですかね、条件。親御さんは書いてないので親、まああの、親御さんもブースター受けてないと、隠しあの,確率なのであの、親御さんはブースター受けてると考えていただいていいんじゃないですかあ分かりました、えーと、そうしますと、えー、Q&A の最初の頃ろにお答えさせていただいたあのこちらのがガイドすると思うんですけれども、あの親御ん、12歳とおっしゃいました。はいあ 12歳ですと、えー、と年齢要件にはあのとして扱われませんので、えー、強制隔離はアメリカは強制隔離、もう外れておりますので、強制隔離ないんですけれども、えー、自己隔離の対象となりますので、えーでねえー、こちらですね、あえー、こちらの脳のところに当たりますので、7日間の自,自宅等での待機ですね。 えー、隔離期間が必要になります。で、あと3日目に検査を受けていただければ、あの4日目以降に待機終了というコースになると思います。はい。えっ、ー、とですね、こちらチャットの方に質問いただいていること、えー、なんですが、えー、今年の夏ですね、えっと規制される方が非常に多くなってこみ合うと予想されて、えー、おりますが、各航空会社の 運行状況の状況の変更ですとか、あのもしくはあのまあコロナ禍の前のように毎日運行のに便が増える可能性はありますか、えまた運賃もえその場合はかなり高くなってしまいますか、えまた JR パスもですね以前のように無料できるようになるでしょうかという質問をいただいてますが、えこちらはいかがでしょうか。じゃノさんの方がい見ですかね。はい、えー、っと今ですね、えー、検疫の緩和が発表されたばかりで、えー、今現在の予約状況 というのはあの問題ありませんけれども、えっと、これからどうなっていくかというのが非常に私たちも、えー、考えにくい状況です通常夏はあの確かに普段よりもお値段が高くなってくる時期ではありますけれどもこれで緩和がまた進んで外国人の方を受け入れるようになると今度はあの米系の会社も 飛ぶようになって、便が増えればあの良くなってくるかもしれませんし、ちょっとですね、あの想像するのが難しいような状況です。ただあのやはり早めにお問い合わせいただけましたら、こちらの方で予約状況とかお値段とかモニターしてご連絡できるようになりますので、えー、早めに、えー、だいたいご予定が決まった段階でご相談いただければと思います。 それから j r パスですけれども、あの利用できます。えー、条件にあっていらっしゃる、えー、使用が認められている、えー、方であれば、できますので、えー、よろしくお願いいたします。あえっと、一つ補足なんですけれどもあの、外国人の方で入れられる方は、今回、業務ビザになりますので、えー、j r パスの利用要件には当たりませんので、 えー、日本人の方でリジ r アルパスを利用される方でしたらあの、回答しますけれども、外国人の方は今のところは、利用はでできないです、はいはい、ありがとうございます、えーとま。先ほどちょっと回答したかと思うんですが、もう一度、えーとですね、あのブースター接種をしている場合、ま、待機がなくなりましたが、ま、それでもアプリのインストールが必要なんでしょうかという質問をいただいていますが、こちらは必要になります。はい それではです、ね、おそらくこれで最後の質問になるかと思うんですが日本滞在後、北海道、東京そしてアメリカへ帰ってくるという流れで帰国の予定なんですがその場合です、ね、日本国内での検査や書類確認等の必要時間を特に考慮する必要がないという理解でよろしいでしょうか。すみませんあの私も読みなががら理解しようと思ったんですけどすみませんちょっと質問が えーとですね、えー。あ、アメリカに帰る場合の乗り継ぎの時間がどれくらい必要かという、えー、質問をいただいています。これはとあのおそらくまあ日本出る前に検査を受けなければいけないとかまあそういったことがあるのでという、えー、心配かと思うんですけれど、何かそのあたり回答をお持ちでしょうか。のりこさんお願いします。 えっと、このちょっとすみません、意味が、えー、今一つなんですが、おそらく北海道、を東京乗り継ぎでアメリカに戻られるっていうことですよね。それで、お帰りになる場合は、えー、乗り継ぎに関してはあの特に規定がありませんので、通常に乗り継ぎされて、えー、帰られるのは問題ないですね。ただ、あのアメリカに、えー、帰る1日前までの えー、PCR 検査が必要ですので、そのお時間だけ、えー、っと24時間前ではなくて、えー、前日までの、えー、検査が必要ということだけ、えー、守っていただければと思います,そうです、ねまあ、北海道で受ける、もしくは乗り継ぎの東京で受けるにしても、まあ、24時間、えー、いや、1日前というルールを守っていただければということですね。そうですねあの検査結果が早く出る というところを探さないとなかなか難しいのでその辺はちょっとどんなあの検査場があるかっていうのを確認していただければと思いますはい、ありがとうございますじゃこちらで Q&A のコーナーを、えー、締めさせていただきたいと思います、えー、ありがとうございましたでは、奥市店長、よろしくお願いします えー、皆様あのご参加ありがとうございます。えっ、ー、とですね、えー、本セミナーも十五回目を迎えまして、えっ、ーえー、とですね、今週またあの金曜日にまた新たなセミナーを予定しておりますけれども、えー、それに関しましてちょっとえー、告知をですね、えー、JCCNC セミーえー、事務局のあやさんの方からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。JCCNC セミナー委員会からお知らせいたします。今週金曜日三月四日午後四時半より コミュニティリレーションズ委員会セミナー委員会コラボ企画セミナー 先人たちの歴史を学ぶサンフランシスコ・ベイリアと日本の歴史を開催いたします。サンフランシスコ日本国総領事館、島田領事、ソノマカウンティ・ジャパニーズ・アメリカン・シティズン・リーグ代表、真神直を登壇者にお招きしまして、ベイリアの日系人の歴史についてお話しさせていただきます。えー、教科書で習った歴史的有名人物もベイリアとこんなに関係してたんだと発見できるとても分かりやすいお話となっております。どなたでも参加でき できますのでご友人、ご家族の皆様とぜひご参加させてくださいませ。えー、参加登録の URL はチャット機能に貼り付けさせていただきます。よろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございました、えーと。皆様、長い間お時間ありがとうございます。えー、どうぞ安心安全な、えー、旅を、えー、していただければと思います。えー、少しでも私どもの、えー、セミナーがお役に立てば幸いです。ありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとうございました。